大きなテーマとしては社会の風潮であったり、あとは常識であったり、そういうものに対する閉塞感が題材になることが多いですね。見る人に与えるのは常識を疑うことへの気づき。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家越智俊介、大学を卒業して間もない23歳の青年が今描き出すのは社会風刺。閉鎖的になってしまっている社会に対して、確実にアンハッピーな部分がそこら中にあって、ものすごい危険性をはらむことを、すごく軽いノリでものすごく大勢の人がやっているっていう、現状に対する危機感とか、っていうのは僕は書かなければいけない気がするっていう、絵を描くことこそ自分の使命。その作品に昇華されるのは非日常の一コマではなく、日常の何気ない一コマ。日常の中から自分でアイデアは生み出していることが多くて、SNS を一度開けばそれこそもう大量に酔いつぶれてしまっている人の画像が溢れ出てくるので、それをなんかその撮る側の第三者を暴きたいというか、描きたいって思ったのが。作品を通して求めるのは共感ではなく、もう一つの視点。気づきはあってほしいなって思っていて、当たり前に行ってきたこととか、風潮だったり、常識だったりっていうのに対して新しい視点を持つっていう、そういうことはいつも期待しながら書いてますかね。常識という言葉の陰に隠れた新たな視点をこの先も探し続ける。できればただ実際に起きていることを書くだけじゃなくて、何か自分のオリジナリティを混ぜて書くことによって、そういうのを読み解く、楽しさがあって、意味を更新するというか、新しい目線というかレイヤーを与えるっていう。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は中学校美術科教員九千坊正光のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。